こんにちは、ココアです。今日は2022年1月1日の動画ということで、今回は今年1年の目標についてを語っていきたいと思います。はい、ということで、去年2021年の12月31日に去年1年あったことを振り返りっていう動画をアップしていると思うんですけど、そちらの動画をまだ見ていないという方がいたら、ぜひぜひ見ていただけたらなって思うんですけど、今回は今年1年のやりたいこと、目標とかを語っていきたいと思います。ということで、今年一発目の動画、ぜひ最後までご覧ください。この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方は、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして、通知をオンにしてから見ていってください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょう。では、スタート。はい、ってことでやっていきます。ちなみに今撮影をしているのは12月のクリスマスくらいっていうことで、全然2022年始まってもいないし、1月1日でもないんですけど、2022年やりたいこと、目標とかをいろいろ語っていきます。まず、皆さん明けましておめでとうございます。今年も1年ぜひぜひよろしくお願いします。今年1年もたくさん動画を見ていただけると嬉しいです。はい、ってことで、まだ挨拶がまだあったので、まず1年の始めということで挨拶でした。まず今年1年一番頑張りたいなって思っていることが、もちろん YouTube も頑張っていきたいんですけど、芸能のお仕事を頑張っていきたいなって思っています。今はまだエキストラっていう感じではあるんですけど、普通のボランティアエキストラではなくて、お給料をもらってやっているお仕事っていう感じでやらせていただいていることで、いろんな、去年もドラマだったりさせていただいたんですけど、いろいろ経験させていただいて、去年はちょこちょこしかやらせていただいていなかったんですけど、今年1年はもう本格的に頑張っていきたいなって思っています。たくさんいろんな作品に出させていただきたいなって思っているんですけど、すごく大変なことは多いんですけど、待ち時間が長かったりとか、全然自分が映っていなかったりとかっていうこともあるんですけど、でもカットがかかる瞬間とか結構自分の中で好きだったりするので、で、自分の中でもすっごくやりたかった、一番やりたくて、ずっとずっと小さい時からやりたかったことだったので、今年1年はたくさん頑張っていきたいなって思っています。まあ、どれだけ続くかがわからないんですけど、自分が好きなだけやりたいなって思っています。なので、その関係で少し YouTube の動画が投稿本数少なくなってしまうかもしれないんですけど、まあ、少なくなってしまうと思うんですけど、これからも動画をたくさん見ていただけると嬉しいなと思っています。またそのことに関しては、後日動画で一本の動画としてお話しして投稿したいなと思っています。去年は初めてのお仕事からちょこちょこ出させてもらっていてっていう感じではあったんですけど、今年からはたくさんやっていきたいなって思っていて、で、ボランティアとかはお客さんっていう感じではあるんですけど、ちゃんと給料とかお金をもらってやっているっていう感じなので、一緒に作っているっていう感じなので、すごく頑張ってやりたいなと思っています。そして、芸能のお仕事って自分がやっていたことが何でもその仕事につながるって言われていて、例えばダンスだったり歌だったり、まあ、いろんな何でもやったことが全て仕事につながったりとかっていう感じっていうのを聞いているんですけど、なので、できたらダンスとか歌とかもやりたいなって思っています。時間があればなんですけど、ずっとやりたかったことで、歌も好きだしダンスも好きだし、下手ではあるんですけど、少しでも上手くなるようにやれたら、そういうものもチャレンジしてみたいなって思っています。本当に最近やりたいことがたくさんあって、歌もそうですし、ダンスとか好きなことをやりたいって思っていて、バイオリンとかお茶とかお花とか、自分が興味のあることでやってみたいって思っていることなので、ちょこちょこできたらいいなって考えています。そして、そのことと並行して今やっている、もう3年くらいずっと続けている YouTube の活動もやめないように頑張っていきたいなって思っていて、2021年とは2022年からっていう生活リズムとかがすごく変わってくるかなって思うので、なんかその撮影が一日中あるっていう時とかもあって、 YouTube の方の動画を撮れなかったりとか、すごく疲れて帰ってきたりとかっていうことがあったりもすると思うので、 YouTube をどれだけ投稿できるかっていうのがまだ分かっていないんですけど、できるだけたくさん投稿をするようにして、 YouTube をやめないように今まで続けてきたので、結構すぐ嫌なこととかをやめちゃったりはするんですけど、 YouTube は好きなことではあるので、たくさん続けていって投稿もしていきたいなって思っています。今までと同じようにとかとは投稿本数とかはいかないと思うんですけど、できるだけ長く続けていきたいなって思っています。そして、去年とかはチャンネル登録にそこまでこだわったりとかはしていなくて、自分の好きな動画を投稿しているっていう感じだったんですけど、今年もそんな感じで気長に楽しくやっていけたらいいなって思っています。
まあ、YouTube は趣味なので、でもこれもなんか芸能のお仕事につながったらいいなって思っているんですけど、そんな感じで YouTube も頑張っていきます。そしてそれと並行して、まあ、遊びとかもたくさんしたいなって思っているんですけど、私が大好きなホテル巡りだったり、ホテルに泊まるのがすごく好きなので、そういうこともやったりとか、いろんなところにお出かけとかお買い物とかもたくさんしたいなって思っていて、まあ、どれだけ遊ぶ時間があるかとかはわからないんですけど、それも楽しんで1年過ごしていきたいなって思っています。今年1年は今まではできなかった、ずっとやりたかった芸能のお仕事を本格的に自分で頑張ろうって思っている年なので、本当に頑張ってやっていきたいと思っています。すごく大変なことが多くてなんですけど、やっぱり去年とかは考えていなかったんですけど、本当にやりたいことなのかなって思っていたこともあったんですけど、でもすごく体験させていただいて、カットがかかる瞬間とかがすごく自分の中で楽しかったりするので、やりたいことなのかなと思っているので、今年1年はとりあえず頑張りたいなって思っています。その来年以降どうなるかはわからないんですけど、でも夢のために大変なことも頑張っていきたいと思っています。あと今普通にカメラ越しにいろいろお話ししているんですけど、すごく私は人見知りなので、あんまり初対面の人と話すのが得意ではなかったりするんですけど、そういうのはなんかそういう芸能のお仕事とかはすごく自分をアピールしたりとかっていうのが大切みたいなので、できるだけ直していきたいなって思っています。あとはすごく個人的なことで頑張りたいなって思っていることとしては、今以上に太らないように気をつけたいなって思っています。太ったり痩せたりしているっていう感じではあるんですけど、太らないようにしたいなって思っています。はい、ということでこんな感じのお話でした。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ということで今回は2022年最初の動画、一発目の動画ということで、1月1日、今年1年の目標をお話ししてみました。いろんなことに関しての目標だったんですけど、今年1年頑張りたいこと。まず第1は、その芸能のお仕事をたくさん映像に映れるように頑張りたいなって思っています。すごく大変なことが多いので、やめたいって思う時もあるんですけど、でも自分の夢のために頑張って、できるだけ長く続けられるように頑張っていきたいなって、やめないように頑張っていきたいなって思っています。結構たくさん続けるものもあれば、すぐやめちゃうものとかもあったりとか、あと習い事なんですけど、全然練習しなくて終わっちゃったりとかっていうものも多いので、でも芸能の仕事っていうのはずっとやりたくて夢だったことだったので、頑張ってやっていきたいと思っています。でも去年ずっとやりたくて、やっとドラマに出させていただいて、なかなかさせていただけない経験だし、経験しないとわからないことだったりとか、自分の中でやっぱりやりたいことをできないで終わるっていうのは、あの時やっておいたらよかったなって思うより、経験して嫌なことだったらやめたりとかもなっちゃうかもしれないんですけど、経験できるのがすごくありがたいことだったりとかって思っています。すごく真面目にお話ししたんですけど、今年の目標っていう感じです。これから始まる1年は今までと同じように遊びとかはできなくなってしまって忙しくなると思うので、遊べる時間とか遊べる日、今までと同じように旅行に行けるっていうわけではなかったり、お買い物になかなか行けなかったりとかっていうことも多いと思うんですけど、まあ、ちょっと遊びつつ頑張りたいこと、将来やりたいことを頑張ってやっていきたい日にしようと思っています。で、 YouTube の投稿のする内容としては、今までと変わらずにハイブランドが大好きなので、ハイブランド購入品紹介だったり、ファッション系の動画だったり、 Vlog、 ホテル巡りも大好きなので、ホテルの動画だったり、ホテルの動画があんまり再生されないんですけど、たくさん見ていただけると嬉しいなと思っています。っていう感じで今までと同じ内容を投稿していく予定です。あとは今年1年は芸能のお仕事たくさんやらせてもらう予定なので、そういったことについて、実際に現場で動画回すっていうこととかはできないんですけど、なんか食べながら話したりとかっていうことについてとかもやりたいなって思っています。そういうのも気になるっていう方はぜひ楽しみに待っていてください。ということで、2021年最後の動画から2022年一番最初の動画も結構語るだけっていう感じで固い話になっちゃったかなと思うんですけど、こんな感じでお話ししてみました。ということで、この動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今年もたくさん動画を見ていただけると嬉しいです。 YouTube の動画も並行して投稿していくので、ぜひ今年もたくさん動画を見てください。ということで、私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録も済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そして隣にあるベルマークの方をタップして通知オンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今年1年もよろしくお願いします。
you